いやフルリテイクですね。リテイクもブリーチのアビリティがあるんでやりやすいですが、あえてのアランボットではなくシェリフバイでしたが、これはレイタ一人では止められません。おっとディフェンダーサイドかなり押されている。頭でている。いやもう裏無理しないでしょう。サポートラインです。ミニオンも返す。そしてテンプラ、これでディフェンダーサイドは取り切り。さあとは裏からの進行に対して1人ずつ顔を出していくノーセプション、見事な対応です。さあビジュアル2人、3人目には至らず。さあハレがなんとかビジュアルを抑えて、ブラッシュとしてもギリギリまでこれアビリティ入れませんね。さあディズイホールトラインを返して、ガレキへの進行は食い止めた。いやカウンターのホールトラインとパラノイアが効いていますが、しかし3開け、おお TV 抜いた。から A に当たることがこの動きでちょっと苦しくなりましたね。さあレイター潰した。手前まで踏み込めています。ウルヴァリン、さあまずは1人生き延びた。そしてそのまま引くことにも成功。プーンボットを壊しつつここでフォルトライン返します。しかし射線は切った。スウィングワン走り込んでいきます。残り。さあティフィーどうする。バックサイ1人ビングを壊した。そしてもう一人。しかしフェイントは免れない。ただ4人削り。いやまあ4人削りもでかいな。このラウンド3の展開においてはノーセプションミリオン、ここはどのタイミングでフォルトに出るか。さあアッパーとの打ち合い、テンプラ。さあウルヴァリンやはり突き抜ける。しかもそこ無理に勝負しない。プラトに対してスラッシュを切った。トンボのスラッシュ、あ、食らってない。捕まっているプレイはいませんが、じゃあさ、スラッシュ当てようとするのが結構難しい。さあ、テンプラミニオンローリングサンドを切って前に行く。スラッシュ当てるの結構むずいんだよな。残ったの TP のみ。あ、無理に前行かないですね。さあ、ロックダウンが終わった。あ、これスタンある。食らったらまずい。フラッシュミニオン打ち込んでくるが解消とした。さあ両者冷静すぎる。両者フォルトラインですが一旦立ち回る。ミリオンどうだ。あーエイムミスワンショットワンキルが必須のこのシチュエーション。 TP といえどもとこれどうだ。カバー入れますかね。そうですね、ちょっとポジション的にはただクリアリングやっぱされないポジション。さあこれ3人オービタルストライク。なるほど、このカバーを狙ってきた。さあもう確実にアンチエコー取れるラウンドは拾っていこうとましたね。さあランボット、そしてナノサーも起動。さあこれで相手のアビリティはかなり消費させました。センチネル系のアビリティは残り1個。おっとアブサル。そしてここでもう一度ウルヴァリン B に対して腕が入ってきた。さあミリオン、ここは腕を一方的に見られてしまっていた。なんとかシーリング抜けはビジュ、そしてトンボが抑えます。あー食らなかった。そして正面のチェイ、ポジションクリアリング。ディジー、うわ出たディジー。レイタ倒すんだ。ブライトで何も見えないままエスペランザを倒す。そして挟み込みムラッシュ、素晴らしい対応です。これ勝っちゃうのか。いやディジー、あれフラッシュ食らうのクソおもんないな。さあここは C に対して5人がかりですが、 B 前挟み込みを狙ってきます。ロングレンジでの打ち合い。そしてウルヴァリンは止まりません。前に突っ込んできたがブラインド、うわ強とんぷな。2人を返す。オールドラインを放つ準備をできているミリオン。しかしドライで前に行ったことは功を奏している。おっとザメニアのポジション逃げれなかった。さあここで会場を聞いた。スタンは入っているがフラッシュ受けつつ、おお強いミリオン。ミリオンやるね。今回は決めましたね。ヒヤッとするシチュエーションでしたね。それはもう B 前でのアクションを報告受けてでしょうか。さあ B サイトワイヤーを切りに、ただ今回 A 前が瓦礫まで進行できていますからね。おっとレイター A を取ったところ。そして C 中テンプラが倒れて飛び出してきてます。致命的かもしれません。これは挟まれている。強っ。レイターワンタップ、おっさん経過してるぞ。ティーフィーの位置も気づいてるのか。
さあ TV 仕掛けた、ただもう引けない。え、TV 溜まないか。もうラストエスペランザ C 分かってるから A 走るのか。ワンピツ、いや裏見る、うおーミリオン強すぎ。帰ったらマジでよしよししてやる。ミリオン勝つ。ドリームさんの中ではあと2ポイント。道がある、道があるが濡れす、道がある、みちょみちょすぎてコンビニのパンツバグれらしい。逆に取り返し、さあ振り回すムラッシュ。おお、テプラ、アブソロ頭1個抜いてくる。おお強っ、おお、テンプラ、ゴーディフェンス、ゴーディフェンス、ゴーディフェンス、ディフェンスしろー。ユーラの説明ってバレルが後ろを取った。いやミリオンは敵の位置がわからない。ミリオン、あここでうまくしゃがみピーク。いやこれは帰ったらお仕置きしないとだね、ミリオンに。さすがに有利と。はい、自分で言っててマジキモい。かなり人数をかけ続けています。そして A はパラノイア切った、切りましたね。当たらない。おっとここはレイタのラーク止められなかった。さあここでウィングマンの音を聞いた。まずはウィングマンをローリングサンダーで排除。いやしかしここはウィングマン止まっていません。しかもレイタのポジションもわからない。ここロックダウンが上がる。さあ重心、わーこのロックダウンは最強で草。ロックダウンを置き土産、壊しに行かなきゃいけないか。さあ行かなければいけないが、あまあ壊しに行けるな。ハレ何度壊した。こうなるとサイトのポジションもまたわからなくなる。スリービッツ人数優位はムラシです。さあなんとかベンドのビジョン排除、しかしアブソロも顔出す。さあ 1v1 ティフィ残り HP は50。木中アブソロここで有利なポジション入った。うまいね。時間がない。おお、打ち落とします。レッツゴー。ムラッシュゲーミングお見事。まずはファーストマップロータスでの試合と、ウルバリンの動きはこいつクリアリング雑に気合い入りすぎだろ。トンボはやはり気づけない、しかしウルバリンに対してはうまくトレード。ぶつかりますよ。さあレイタ後ろを取っているがビーシュがうまくトレード。そしてスパイクドロップ、あまりにもこの A 面の戦い重要すぎる。ガーティフィ、ただおっとアブソロの位置気づかれていない。いこれスポンからのエントリーは気づけない。打ち込んだ。ディフェンダーサイドも対処してしまった。まだペイントランも残しています。 TP の位置は確定。さあミリオンと共に突っ込んできた。今のはやるな。当たればよし、そう当たればよしやん。あここでメールボックス、ミッドアクションに対して B メインのクリアリングの、おおでっか、2人持っていかれました。そしてスーパーに切るや、それこれは B メインなので、パラノイアビジュ、そして後続もしっかりと抑え込みました。アブソレ村毛強いねマジで。これワイヤーのポジションであえて戦って、おっとおっと、おいいな、そう壁乗られてしまっていた。これこうなるとトンボめちゃめちゃ苦しいですよ。あと光った光った、いやさあエスペラザトンボの飛び出しはうまくケア。うわそしてもう一人絶対来た。オープンプラント用のグレじゃねこれ。でそれグレ投げても入んないけど、そこでペイントダウン、そしてガイディングライト、これテンプラがいいポジション、テンプラの位置すでに踏み込んでいます。素晴らしい。グレうまく入れたら死んだな。エスペランザプラントできないし、イメイン多いと。スロー進行、あ音が鳴ったぞ。なりましたね。ちょっとミリオンもその音聞いて嗅ぎつきましたが、はい、ウルバリンはドライが得意。ああ何回目だ今日。いやうまいミリオン。アイドルうまい。お前そこ勝負しに行くタクもうますぎる。そんなわーミリオン。そして当然よりは間に合っている。マジでいっぱい褒めてやらないとな今日帰ったら。一方的に見られていたでしょうかハレ。ミリオンは相手を上げて落とすタイプの男なんですね。こいつ戦時向いてるな。B メインの手前まで情報が取れているんですが、おお乗ったところはし、さあビジュ3人見たか。ショーストップを切って戦いに行った、前に行ったがレイター撃ち落とせ。しかも生存してるぞ。これで B メイン組が逆に潰されていますね。 A メインで孤軍奮闘耐えている、耐えてますよ B メイン部隊。ブラッシュなんだハレ2人持っていっている。アブソレとショーストッパーが上がる。ア
ずろうとした。まあ、それ、まあ、それ、ディフェンスでしょ。それはもったいないというか意味わかんない卓だな。ショーストッパーの秒数が続く間に、え、ガチ。さあこれでヘブンから見えないぞ。ああ、強っ。ショーストッパーの圧によって、配信によって全然反応違う。今の動き大絶賛なんじゃないかな。どうだ、テンプラの位置踏み込んだ、まあ、俺はあんまりスカイのウルトで CT 側のポジション分かってたのに。しかし B10 1人持っていきました。で、デフューズプラントした瞬間にスモークが残ってたから、この位置であればね、あれ木の中隠れて一生プラントをデフューズできるのに。まあ分かんない。しかも今のラウンドってこう B 面にできる動きを見せたとしても、かどうか知らないけど、基本的になんか配信者正直に物言えないから、立場的に。いや、当たり前やん。ネガティブなこと言ったら、あんまいい印象もらえないし。嘘言うときは、ひろゆきみたいに目をパチパチしてくれ。俺、ミリオンと付き合ってるよ。ランプを使って相手を崩していこうとしたんですけれども、まあ、最終ラウンドではそのランプを広げるウルバリン狙われてしまいましたよね。そうですね。後半、ウルバリンは、まあ、自分自身のアビリティを破壊して、プレッシャーを多角的にかけていこうと狙いに切り替えていたんですが、うん、思う人めっちゃいるでしょ。いやー、どうでしょうね。おー、テンプラ強い。うわー、テンプラ。さあ、テンプラが B メイン一人でさばきました。よく止めましたね、今テンプラ。第8強。こうなると今まで見せていた動きと同じだよね、はい、じゃあ倒しに行こうよ。めっちゃいる。まあいいジェットブリンク。さあレイターは倒れましたが、ただこれ武器拾える位置なので、おお、強い。壁越し行きました。さあこれエスペランザのポジションわからないんで、一人の被害は出てしまうでしょう。いや、エスペランザ、うわえセンチネルのエスペランザだ、これは。皆さん、一人じゃないですよ。逆に B 面上げてるノーセプションですからね、形としてはノーセプションの方がいいですよ。さあ、ここはオペレーター、アブソルが倒れて2人目。さあ、トンボ、そしてレイター。さあ、この天ぷらのポジション潰せるか。お、ワンタップ引き打ち。さあ、2人でのダブルピックです。ミッドは天ぷらがバイパーズ。うわー、バイパーズピットウルトマジ強ぇ。このウルト強すぎてどうしようもない。そう、てか俺がソーバースプリットまあまあいいって言ってたの、このバイパーズウルトのカウンターになるのもいいんだよ。バイパーウルトってソバのドローンめっちゃ弱い。さあ、先ほど同様エスペランザが止まらない。いや、どうでしょうねこれ。あー、これ残り時間がない。そこでリザレクション。うわー、ハレ強者、ハレ一気に仕留めていきます。うまい、ハレ始まる。ミリオンマンブイワン。さあ、またしても乗ってしまった。やったー。リポジションできない。今のは焦るわ。今のは焦るからしょうがない。ハレの打ち合いがワンピック取って引くことが重要ですが、ケージを起動してそのまま進行。しかしケージ中を覗いている ウルバリン。後続も確認した。出るのも分かっているが、ビジュ立ち回る。そしてバリアオーブがある。キャラコン、ま、ウルバリン。さあ、音ミリオン残り。アブソル、ショーストッパー抜いた。力がない。これうまいな。うわ、バランザが解けた。ペイントラン、しかしうめー。アブソル立ち回る。もう時間がない。うまいなぁ。しっかりと冷静に対処。これはうま。いや、ただ、さすがのエスペランザもこれリテイクに回しましたね。プラントオープンできなさそう。さあ、これだけアビリティハンター、ブラッシュゲーミングからしてみると、相手のファーストリテイクに対して対応が必要ですが。さあ、来ました、ショーストッパー。うわぁ、でっか。それに続く形、エスペランザも入り込んでいっています。いや、ビーチも位置バレてますからね。いやー、そのウルトはデカすぎるわ。解除に対して前に行きますが、エスペランザそのレイズウルトはデカい。あっと、ウルバリンオペレーター B ガレージですが、バラナを返す。さあ、ブラッシュ早い仕掛けを狙いましたが、これは無理だな。この今、いや、まあよくやめたと思うわ。
あれラッシュ一回行くって決めたら行きたいからね。重心が見えた。しかしテンプラに対してうまくトレード、そしてリザレクション、後続ヒールもあるからトントン体力回復して人数は1個っていうところの B2 ですよ。しかしまず B はワンピック成功、ウルバリン、あうまい。しかし2人目はビジュが許しません。オフアングルガキーピーまだ待ち構えている、うまい。さあバルスキル、ペイントダウンが上がってる。さあフロームザシャドウズで無理やり B バックに入ることで成功、まあ、しかしエスペランザ襲いかかる。ジージー、うまいな。エスペランザもまずい。お住民票取りいけんくなる。エスペランザがうますぎる。あのベントで顔出したらそりゃ A2 だと思いますよ。で寄ることができる。なんなら1キル後スポーンからカバーができるぞ。これ裏取られてますよ。さあ後ろから襲いかかられた。あーサイト内も硬い。ゲートクラッシュで入り込んでいっています。さあここはウィングマンのプラント、そしてあーかわいそうウィングマン、ブルバリンが抑えた。いいパラのようですね。さあビージュのディフェンダーサイド抜けも許しません。さあレイタワンピックは成功。しかしいやここは人数をかけてる、人数を寄せられている分。あーなるほどなるほど、はい。お前のせいでミリオン動揺してる。ごめんミリオン。アンチェコなんで。俺も隠すよ、お前と付き合ってること。あ、うま、おほほほら、隠すって言ったら勝つんだからミリオンは。ほら、動揺がなくなった。ドライピーク進行を試みていたであろう。よかったー。負けたら俺帰ってボコボコにされるからさ。危ねえ、マジ隠してよかった。ミリオン動揺してない今。震えが止まったミリオンは最強。ここでそうですね、カーテンの隙間に入りました。強い。さあエスペランザ。そしてテンプラ。残り1名。いや大きいですね。全く異なる方向から予想外のタイミングで射線が敷かれましたが。フワッチはいいんじゃね。トレードを重ねていっても。フワッチはまあ。人数差は覆らない。冷静です。しかもこう当たってくるタイミングも分かりづらいんですよね。ショートカウンター。これ早めの仕掛けですね。いやしかしブラインド。さあペイントラン直撃、大ダメージ。今めちゃめちゃウルバリン不利な打ち合いだったんですけど、フラッシュが。さあデコイフラッシュ。がミリオン。今動揺してないからミリオンは。ちょっとさあ囲い込みに来ています。シーカの動きを追って抜いてきたが、起きた。ノットネットゲット。しかしこれ逃げれば勝ちじゃね。カバーができない状況を作って、なんでこれノットデッドエットに逃げないの。さらいた、巻かれてる。 あえて解除前に行きました。仕掛けた。ピックミアップ使ったか今。足若干ピックミアップ入ってましたね。気づけばムラッシュ今4対6と。ここも打ち勝つ。さあレイター、これさバイパー殺したらバイパーに長所がついてたけど、なんでバイパーに長所ついてんの。ウルバリンどこまで持ってけるか。あクロードが回復できるかできないかな。警戒はしているビジュ。ウルバリン使った。さあこれは一気にエリアが狭まりました。もういけないか、挟めないという判断で。エイショットでのアクションがありましたから。さあ潰しにかかります。まあ全員ウルト溜まってるから別にここで倒されてもお金はあるし。エスペランザ、うん、クライトには削れれば大きいラウンドでしたけれども、ここはしっかりと抑えましたね。はい、先ほどしっかりと自分から狙いに行きましたからね、スラッシュ上げ。おお、あっと来た。こっちの番だよ。さあノットレットイエット。こうなるともう入るしかないんですけれども、ゲートクラッシュフロムザシャドウって A サイトは人数多いぞ。ルースで手前車線は潰したが復活だ。窓も押さえた。こうなるとノーセプション、これで対応するのみ。無理。エンプレス発動はしましたが B 字のリポジションはできず、さそのまま走り込んできた。サイトラ潰し、ここはバックサイ引き切ります。ただあとは裏取りがかなり奥まで取りに来ていますが、うん、まずはそれでこれ正面アクション起こしてもらわないと裏は進めないですからね。さあビジュ迫るが、いやーいいテンプラに返して15見えた、バレた。そしてテンプラ抑える。さあテンプラショートで耐えているが、ただこのモグロマガテンプラ仕掛けた。テンプラ8
対5、大きなラウンド勝利、ノーセプション。さあゲートクラッシュと合わせてトレイルブレイザー復活を取る形を取ります。まあ、やっぱこのダブルデュエリストのエントリーを正面から受け止めるのは難しいですよね。おお、デコイごとぶち抜いた。デカすぎそしてディフェンダーサイドからそのままレイター顔を出せ、エスプランドも落とした。テンプラ2人はなんとか倒しましたが、まあ、よく2人持っていったなというシチュエーションでしたけど、レイターダメージを削った。少し危険な打ち合いになりますね。 A1 である上に落としされてしまうとウルバリンがアルティメットが上がるんですが、さあファウンテン詰め切りました。さあレイターも詰めている。復活前、さあハレワンピック成功。難しいのがノーセプションですね。そっとここはハレ止まらないぞ。前に行った。なんならショーストッパーとティフィ。さあ残ったのはビジュ。うわー。さあビジュの位置もティフィが抑えてまさかの展開。まさかの展開。ノーセプション勝利10対7。ゴリゴリ行くのやばいな。ハレのプレッシャーが良かったですね。ハレ。さあこれハレが落ちると、いやここで復活取りに行くムーブがマジでうまいわ。これはどっかで見た。これはマジでうまい。お二人掴んでる。いやーむしろ惜しかったこれで結果。いやー今ハレが飛んでったから復活のプレイヤーもエルボーのカバー行きたくなって、それで行って裏取られてっていう。それうまいね、オーメンウルト使って相手のポジションをずらすっていうタクが。ショーストッパーを切るかどうか。裏を見た。これ分断されてるぞ。さあこれでエルボー側は警戒している。メドロも入れつつテンプラ出た。テンプラうわーいいねー。まあでもハレのフロムダッシュアドーズのおかげでね、 B 前目取ってる2人の配置っていうのを崩すこともできましたから。サウルバリー、うわー打ち落としました。11対8、人数状況がおーよー S3 ですが、ふんだんに持っていった。音楽から寄ろうと聞こえましたね。トニーマジで重要なのはビジュの位置。うわー、ウルバリーうまビジュ待ちになるでしょうか。ミリオンさあビジュワンピック成功。ティーフィー落とした。いいスモーク出しますね。いいスモーク、うわー反応した。さあビジュワンピック窓から見えないプランターゾー。ハレとの駆け引き、ハレ足音えぐー、ガチ怪獣次はドイツ。さあここでディメンションドリフトフッカーに行った。そしてこのディメンションドリフトによってミリオンの位置がバレる。うわまあいい位置ストレート。バッキーでの終電のワンピック。そうだね、これバイパーウルトがバックサイド設置に変わります。 TP を聞いてスポーンエルボー取り切っている。さあテンプラここでバイパースピット。ミリオン横張り付き。レイタあ、ながらクリアリング発見。ノートレットイエット。おさあ3人がかり、なんとかビロを取り返したが、ティーフィー突っ込んでくる。ペイント弾残ってると。さあそしてハレも木抜けを抑え込みにかかります。アブソル天ぷらの位置かかりした。アブソル救えるのか、位置が分かんない。ティーフィーの位置が分からない。あ、ノータイムだ。ティーフィーが最後で待ち構えていた。冷静すぎる。さあ決着です。ムラッシュゲーミング対ノーセプション。この試合は BO3 フルマップ。